長崎市梶屋町にある大学宗の寺院宗福寺。路面電車の停留所にもなっている有名な寺で、長崎三福寺に数えられる。1629年、寛永6年に長崎で貿易を行っていた福建省の華僑の人々が創建したこともあり、中国様式の寺院として日本最古のもの。国宝や重要文化財などが多く並び、ものすごく雰囲気のある寺院である。入り口にあたる三門、竜宮城のような造りで迫力がある。石段を登るとある大一方門は国宝建築。1728年建立の御宝堂。中央に観音、向かって右に官邸、左に井田殿。距離が通常より近いためか、迫力があり圧倒される。その先にある大雄宝殿、こちらも国宝。仏像の霊的エネルギーというか、怖いぐらいの迫力に思わず息をのむ。こちらは媽祖堂。長崎の遠寺には、唐船主たちが航海安全を祈願して祀った媽祖堂があるのが特色。媽祖とは海の神様。実際に訪れると、この迫力、雰囲気は感じられるはずだ。真のパワースポットとは、こういう場所を言うのだろう。